はい、皆さんこんにちは、レクセニー講師の雲野です。今日はですね、急遽決まりましたガイダンスにもかかわらずはお休みの中いらしていただきましてどうもありがとうございます。生ではこの新宿エルタワー本校から今配信をしております。各地のレックの本校でご覧になっていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、今日はですね、令和3年の、司法書士筆記試験合格発表が10月11日にありまして、それを受けまして、筆記試験の、合格者の方をお二人お呼びしております。普通の合格者ではありません。あの筆記試験、1回目の受験でもって、合格をされました。いわゆるあの世に言うところの一発合格のお二人を、お迎えいたしまして、今日ですね、貴重なお話をしていただこうと思います。あの短い時間ではありますけれども、どうぞ最後まであの皆さんお付き合いをいただいて、貴重なお話を聞いていただければなと思います。それではあの、簡単にあの自己紹介をさせていただきたいと思います。させていただきたいです、していただきたいと思います。ではよろしくお願いします。令和3年度、筆記試験一発合格しました小泉博樹と申します。よろしくお願いいたします。はい、同じく令和3年度司法書士試験筆記試験を合格しました八代と申します。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。お二人はあの新宿エルタワー本校の私のクラスの通学のクラスで共に学んだ、関係ということで、あの私もよく覚えております。あのこの教室、ないしは別の教室で、ずっと通っていらっしゃって、で小泉様はあれでしたっけ、あの、秋から始まるクラス、そうですね、秋から始まるクラスになります。15ヶ月合格コースのスタンダードプラスクラスで学んだってことですよね。はい、ですよね。で八代さんは春から始まる15ヶ月合格コースの春生で学ばれたということで、秋生と春生で、それぞれあの、若干ですね、あの始める時期は違ったんですけれども、春生からは皆さん合流していくので同じ講座を取ってらっしゃったってことですよね。で、それであの今年の筆記試験に合格をされて、いやすごいですよ。あのまぐれ合格とかじゃないですかね。もう2人のお二方 の、 あの成績聞いたら皆さんひっくり返っちゃうぐらいあのすごい成績を取られていらっしゃいまして、本当にあの受かるべくして受かったんじゃないかなというふうに思っております。じゃ あのせっかくですから、なんで司法書士なのかっていうことをちょっと伺いたいなと思うんですが、司法書士を、受験しようと思った理由をお聞かせいただければと思います。はい、私はあの前職で、貨物船の船員をしてあの働いていたんですけども、ちょっとこうなかなかあの不規則な生活で過ごすことが多くて、あの、まあ、これから先こう自分がこうどういった仕事をしてこう人生を送っていきたいかなといったところを考えることがありまして、またこう一般企業にこう改めてこう再就職し直すのか、それかまた一度こう時間をかけて勉強してこの個人でこうやっていけるようなこう資格を取ろうかなとこう悩んだ時期がありまして、それでこう司法書士をあの受けることに決めました。貨物船っていうとあれですか、船ですよね。船です、船ですよね。ちょっと食いつきたくなるんですけど、ね、あの一回船乗るとどれぐらい帰ってこないんですか。一度、まあ、乗船してから3ヶ月ぐらい、だいたいこの国内の各地を回ってまた帰ってきたらあの1ヶ月ほど休みというようなサイクルです。船ですよね、船に乗るんですよね。船です。あのあれ貨物船って言ったら荷物を運ぶ国内の輸送、そうですね、だいたい長さがこうだいたい100メートルぐらいの船に乗って、そうですね、あのいろんな荷物積んで運んで。それは何年ぐらい前のお話ですか。ちょうど3年前ぐらいまでの話ですね。はい、でこちら上京されて、で司法書士事務所に入られた。あ、そうですね、最初はその東京の方でもその一般企業にその就職し直して、またその、まあ、土日が休みな会社であればまあ勉強時間も作れるかなと思って生活していたんですけども、やはりこうそれでもあの勉強時間の方がこう自分の中で厳しくなってくることがあって、まあ、一度あの司法書士事務所のこう補助者をやってっていうような形になりますね。あれですね、補助者自体はあの受験するときはもうお辞めになられた。そうですね、うん、で補助者の方もこう最後の半年間はあの補助者の事務所の方も辞めて、まああのまあ、ほぼ専業のような形でこう、まあ、短い時間のアルバイトだけは続けたんですけども、あの残りの半年はまあほとんど専業のような形に
でもあれですか、いろんな資格がある中で司法書士を選んだ理由ってありますか？そうですね、私がこう勉強する上で最初に思ったのはやっぱりこう自分でこの独立して仕事ができる資格がいいなというところ、その時点で結構数は絞られると思うんですけど、またこうその中でいろんなこう難しそうな資格がたくさんある中で、本当にどの勉強だったらこう自分がどんどんこう興味を持って進んでいけるかなというところで、法律系のところが一番自分が興味を持った分野だったので、司法書士という形になりました。はい、ありがとうございます。じゃあ八代さんにも同じ質問をしてもよろしいでしょうか。はい、司法書士を決めた理由に決めた理由ですね。はい、はい、私はですね、もともと大学は法学部で法律にその興味があって入ったんですけれども、新卒で卒業してから一旦システムエンジニアとして働いていて、でその後やっぱり法律に携わる仕事がしたいなっていうところで、いきなり司法書士事務所に入りました。でなんで司法書士かっていうところなんですけども、法律に携わる仕事って他にもいっぱいあると思うんですけど、より高いレベル、かつ何ですかね、このより人々の生活に密着してるような、そういう仕事をしたいなっていうふうに思った時に、調べてその司法書士っていう職業があるのを知って、で司法書士を選びました。はい、でなので私は司法書士事務所に入ってからより業務の内容を知って、で司法書士を目指したっていう形です。はい、SE さんだと理系っぽくないですか？なんとなく。そうですね、文系の人もいるんですけど、主に内容は理系かなとは思います。はい、ね、なんか理系と文系で司法書士は文系の方に一応選ばれているようなんですけど、じゃあ八代さん、そういう意味で理系からの、でも文系から理系行って文系に戻ってきたみたいな感じですかね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは置いといていただいて、ではですね、2人とも お試し受験はもちろんしていただいてるんですけども、今年の試験の受験が、講座を終えてから1回目の受験ということだったんですけれども、でそれで合格されて、で世の中に多分一発合格の方本当数えるほどしかいないと思うんですよ。厳しい試験であるのは間違いありませんから、そういう意味では今判明しているレックの一発合格、もっと増えると思います。もっと増えることを前提に申し上げると、現在10名の方が1回で受かっているような形なんですね。でお二人は私 の通学のクラスの方から、1回で受かられた。で当時あの時30人ぐらいでしたっけ、最後ね、30人ぐらいの、今ちょっと人数がすごく増えているんですけど、当時は30人ぐらいのクラスだったんですが、中から通学で2人っていうのは、私もちょっと、近年まれに見る通学生だけに限定すると非常に嬉しい快挙だなと思ってるんですが、でも10名、今レックで数えてる、あれですよ、他の予備校いないですかね。いないですかね。いると思いますけど、そんなにはいないですから、レックが一番だと思います。そんな中でレックを、ね、選んでいただいた理由を教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、お願いします。小泉さん、じゃあお願いします。私がこうレックを選んだ理由は、まずこの受講生の数がすごく多かったりだとか、その合格実績だったりだとか、すごくこう分かりやすいところもあると思うんですけど、やっぱり一番大事にしたかったのが、どの先生から授業を受けたいかなっていうのがすごく大事で、やっぱりその自分がこう選んだ先生の授業をこうかなり長い時間、それからもう1年以上かけて聞くことになると思うので、この話 この聞きやすさだったりだとか、この先生の話し方がこう自分に合うかなみたいなところで、他社さんのこう出てる動画とかもいろいろ見た中で、私は雲野先生の授業がこう一番いいなと思って、結果レックに決めたような形です。はい、ありがとうございます。じゃあ八代さんもお願いします。はい、はい、私はですね、司法書士事務所に勤めていた時の先輩の書士さんがレックの出身で、で、レックを勧められたので、レックがいいかなっていうところで希望しました。ただ、どのクラスにするかっていうのは決まってなかったので、YouTube とかですね、模擬講義でしたっけ？はい、YouTube で流れてる講義を拝見して、
で、私はやっぱり短期間で合格したかったので、苦しいのはもう本当に早く終わらせたいっていうのがあって、はい。なので、まあそういうところで、宇野先生がいらっしゃる、このレックっていうところに、はい、決めました。はい、ありがとうございます。まあ、私も1回で受かってるんですけど、まあ、本当に、ね、苦しいことを、ね、早く終わらせたいんですよね。もう多分お二人とも本当に苦しかったと思います。時々質問に来られた時に結構いろいろね、いろいろあれですよね、悩んでいらっしゃるようなご質問をたくさんいただいたんですけど、まあ、近くで見て本当に頑張ってるのを見ておりましたので、こうやって結果を出してくれて本当に嬉しいなと思っております。でももちろん、ね、一発合格だけが全てではないと思います。これは私は中上級講座なんかでも、もちろん初級講座でも言ってるんですけど、多分一発合格をされた方って実務では苦労するんですよ。苦労するんですよ。私が言うんですから間違いない。苦労するんです。実務って、いわゆる知らなくてもいいこと、受験生時代は知らなくてもいい、合格するためには知らなくても、ね、受かることを知ってる先生がやっぱりお客さんにとっては心強い存在にはなってしまう。だからそこのところはね、ちょっと矛盾しているようではあるんですけど、まあでも合格っていうですね、結論を今、ね、目指している方にとってはやっぱり一発合格っていうのはぜひ叶えたい結果なんじゃないかなと思います。で、実務についてからの苦労っていうのはいくらでもね、もちろんいろんな事務所に就職したりだとか、いろんな本職に教えをこうたりすれば解決していきますから、まあ、受験生にとってはやっぱり一発合格というのはもう永遠のもう憧れであり課題だと思うんですね。じゃあそういう一発合格を果たしたお二人に、これが一番一発合格にとって良かったっていう点があれば教えていただきたいなと思います。じゃあ小泉さんお願いします。はい、私が考えるところは先ほどのなんか宇野先生の言葉をお借りするとなんですけど、その試験をに合格するまではその受かるためだけの知識をもう積み重ねていきたいなっていうのがあって、もうそのためにはもうこう自分でこう考えてこういう勉強した方がいいかなとかって余計なことをするんじゃなくて、もうこの宇野先生がおっしゃったことだけやる、だけどそのおっしゃったことはもうその代わり一生懸命やるっていうような形で、こう自分でこう新しいこう教材を買ってきてそれを見たりとか、そう余計なことを一切しなかったっていうのが今年の試験の時点でその点数が届いた一番の理由かなと思っています。あれですか、私はよく言うその5つの足の中でこれは知らなくていいみたいな、本試験の当日にも知らない足ってありました？いや、もうありました。でもそういう時どうしました？いや、もう自信を持ってその判断できる足からその判断していって、もう最終的には消去法でもう正解が出ればいいという考えで試験に関しては臨むことにしていました。もうじゃあこれだっていう足を見つけてそこから切っていった。そうですね、もう一番自信のある足をまず、まあ、ほとんどの問題で必ず一つか二つはあったので、そこを、まあ、起点にすれば最後はもう一つに絞れるか、まあ、2択まではいけるようなところまではいったので、午前科目でもじゃあ消去法そうやってやってました？午後だけじゃなくて午前でも。そうですね、まあ午前に関しては時間があるので、こう全部の足を見てはいたんですけど、ただまあ判断に迷った時はそのまあ自信のあるところから、余計な足で判断して最後選択肢間違うことだけはしたくなかったので、本当に自信のある足をこう起点にして判断してというような形ですね。午前 何点取れたんでしたっけ、何問取れたんでしたっけ。午前中は、32問、35問中32問ですね、はい、32問で3問だけ、ちなみに何を間違えました？3問は、会社法以降のところで3問間違えました。会社法難しかったからね今年。ってことは県経民は全問正解。そうですね、そこまで、そうですね、全問正解しました。はい、その会社法、会社法というか午前科目はまあ時間があるので結果的に全部の足を読まれたって今おっしゃったんですけど、結局読んでも分からない足ってありましたよね。 ありましたね、民法なんかで正解した、はい、全問正解した民法の中にも足レベルでは何これっていうのはありました？いや、もう全く見たことない足もたくさんあったんですけど、ただいろんな勉強に手を広げなかったおかげで、逆に自信のある足が自分の中で本番もはっきりしてたので、もうそっちの足でもう判断して、もう
正解を、まあ、見つけることはできたかなと思います。ああよかったです。あの私はいつも言ってることをこれでいや違いますとかって全部分かりましたとか言われてしまうといやいや昔ねあのこういう一発合格の座談会の時にあの今レクで講師やってる鍋柴先生をお呼びした時にあの今同じ質問をしたんですよ。そしたらいや全部見ましたとかいや全部知ってましたみたいなあの回答でおっていう話になってしまったことがあった。よかったです。あのそういうあの答えをいただいてよかったんですけど、あのそれではあのじゃあもうある意味本当に戦える知識を確実にしてた、もう戦うための、うん、そうですね、そういうイメージでやらせてもらいました。じゃあ過去問をやるときにもどうでした？過去問もその中にもあったでしょう。なんかこうこれ知らんわみたいな知識が、それは過去問は全部潰した。あそうですね、過去問に関しては、うん、あまりこの講座と並行して過去問をやる余裕があまりなくて、逆にこう最後の直前期になってあの宇野先生 の, あの直卓、はい、それでもう絞られた問題だけをやったので、その問題に関してはもう全足 やってました。直卓であの直前卓一過去問絞り込み講座ですよね、うん、じゃああれで、そこまでじゃ過去問そんなにやってそこまでできなかった。そうですね、私自身そのなんか仕事を辞めてっていうところまで行った、最後の半年のところまでは仕事してたので、あまり本当に過去問そこまでやる余裕がなくて、まあ、できるだけ見てはいたっていうような程度なんですけど、本当に過去問ガリガリ回したのはもう最後の方だけですね。今ちょっとこの、あのコメントに全国の1年目受験生が色めきだって いると思うんで、まあ、あの分かりました、どうもありがとうございます、はい、あの過去問ね、過去問は多分、まあ、そばをおっしゃってもあの講義中にあの全く見なかったわけではなかったと思うんですよね。そうですね、ね、ちょこちょこ見ていて本格的にやり始めたのが直前3ヶ月、はいはい、小泉さんどうもありがとうございました。じゃあ、あの八代さん同じ質問を、なんか何が一発合格でに良、ね、かったのか、はいはい、と私はまずあの小泉さんがおっしゃったことはもう本当にそのままというか、私もその通りで、あの、まあ、余計なこと、余計というか、あのその合格するための先生がおっしゃったことを粛々と素直にやりました、はい、まあ、あの合格する方法は先生が一番ご存知だと思ったので、そこはあの素直にそちらに沿ってやったんですけれども、まあ、あと他になんですけれども、私はあの一応あの専業ではなくて週3か4で働いていて、で直前3ヶ月だけ全くお休みしてっていう形だったので、やはり あんまり平日時間が取れなかったので、あの通勤の隙間時間とかに暗記を詰め込むといいますか、そういうところを有効活用して復習等をしてました。であのなのでそういうところで時間を捻出できたのが良かったかなというところと、あとはあの一番最初から最後まで目標を、あのどんなに成績が悪くても目標絶対ぶらさなかったんですね。であの逆になんかそういう無理にでもずらさないっていうメンタルが良かったのかなというふうに思ってます。はい、ね、よく、ね、質問してくださいましたよね。あのね、ここまでに終わらせたいんですけど。そうですね、はい。で、あれですか、過去問はじゃあどうでした？あの逆にあの講義中、講義と並行して過去問を解かれてたか、うん、直前期のところの割合とどれぐらいでした？私はあのブレイクスルーに過去問も番号が書いてあるじゃないですか。あの過去問の番号のやつ足は見て、復習の時には解いてましたね、はい。直前期とかどれぐらい過去問回しました？直前期はあのやはり先生の直卓の、問題を最終的に5週3ヶ月で5週しました。3ヶ月で5週、はい、5週間、あの3回やればあの、ね、効果が出てくるよって、ね、言ったんですが、じゃあ5回回してやられた。はい、そうですね、はい、2人ともちょっと離れるんですけど、あの公開模試の成績とかって差し支えなければ、あのこう最初受けた時このランクでだんだん上がってきたとかっていうのはありますか？うん、いや、私あんまりその最後までこう、うん、いい判定は最後までいい判定はあまり取れてなくて、必ずその、まあ、記述のどちらかで大きく間違えるか、で、まあ、午後の、
午後の択一を急ぎすぎて点数が低くなってしまったりだとか、そういうのを結構直前のところまで繰り返してて、でもこう最後の、公開模試のあたりでも、午前中が、まあ平均して27点とかそのぐらいで、午後はちょっと25点取れればいいかなっていうぐらいのところで最終的には推移してて、でも記述もそんなに自信なくてみたいな感じで、最後本当に届くかどうかギリギリかなっていうような成績で、それが最後の模試でした。そうですね、6月 の、 ファイナルの、ファイナルの、スーパー公開ですかね、その時でも、その最後のところでも午前午後はどちらも20点後半か25点ぐらいかで、そのぐらいで、まあ、記述は、まあ、最後の方に行くにつれて枠ずれはしなくなったので、まあ、記述の点数は、まあ、何か変なこと起こらなければ基準点は取れるのかなっていうような、そのぐらいの状態でした。じゃあ判定的には S とか取りました？ S は一度もなかったですね、はい、A が1回か2回あって、うん、C 判定が一番多かったですね、まあ、典型的なあれで、ね、本試験に向けて全ての模試が終わった後にめちゃくちゃ伸びていくっていうタケノコ状態ですね。タケノコ本当の、最後の2週間が、はい、だからよく言ってるのが、1回目の受験生も模試が終わってから最後伸びるよって皆さん半信半疑で聞くんですけど、お二人も多分同じ状況だったんじゃないか。八代さんは どうでした？はい、私は、最初が逆に良くて、最初 S とかを全国公開にあたり、そうなんですよ。でそのおかげで油断してしまって、途中がこうどんどんこう下降していくっていうところが一回ありまして、でそこが結構苦しかったですね。本当に記述も、そうですね、記述も枠ずれもありましたし、もう本当に一桁の点数とかっていう時もあって、なんですけど最後の最後で、最後が A か S でしたね。なのでこういうちょっと珍しいかもしれないですけど、V 字型というか、はい、そういうような形でした。はい、ね、2人とも本試験の直前に出陣式の時に、ね、いらしていただいて、ね、2人ともいい成績取って、ね、宣言 しましたからね、この2人は1回で受かります。私に2人で2人揃って宣言して、で本当にそれを実現してくださったので、本当にね、あの時多分同じぐらいの成績だったね、そう。なので本当にもうそのまんま本試験当日を迎えてっていう形だったと思うんですが、でも成績的にも2人とも非常に近いんですよ。近いんです。点数択一的にも2人とも近いですし、小泉さんに至ってはさっき衝撃の事実を聞いたんですが、記述全国13位ですから、13位。もう13位取れないですよ、記述。59?59?70 点満点中59点です。商業登記は何だっけ、32?30? 商業登記が、30点、35点満点中30点、はい、どこを逆に間違えたのか聞きたいぐらい点数をお取りになって、本当にね、その3ヶ月前までに枠ずれをしてたこともあったんですよね、はい、枠ずれね、はい、じゃあ不登校とかでガーンと点数が下がっちゃうってことも経験されてた。はい、もう模試では何回ももう一桁、もう9点とか 6点とかそんな感じで帰ってくるのもしょっちゅうありました。そこからなので本当に1回目の受験生って、まあ言い方悪いんですけど、ビギナーズラックっていうかね。でじゃあラッキーじゃないんですよ。ラッキーっていうのは引き寄せるべくして引き寄せた幸運なんですけど、でそういうのが効くっていう本当に稀有なやっぱり受験の回数だと思うんですね。なので2回目の受験で受かる方よりも勢いにやっぱり乗りやすいっていうことはあると思うので、ね、ぜひ目指していただくんだったら1回で、ね、受かることを目指してほしいなというふうに思います。じゃあ続いて手前味噌で本当に申し訳ないですが、レクのいろいろこう討論ですとか、今お話しいただいた公開模試ですとか、もちろん教材、あとはコースなど、なんかこう振り返ってレクで学んでいただいて、なんかいろいろな感想を聞かせていただければなと、はい、お願いします。まずはその
まあ、15ヶ月というちょっと長い講座を通してなんですけども、まあ、送られてくるそのまあ教材であったりだとか、まあ、その後のまあ模試のスケジュールであったりだとか、もうその全てあの組まれてるもうスケジュールに任せてしまえばいいので、もう自分自身は本当にこうずっとあの目の前にまあ与えられてる課題というか、まあ、ここまで覚えるっていうのをこうずっと一生懸命続けることにこう集中するだけでこう、まあ、自然とこう実力がついていくっていうところがあのまあ選んでよかったなと思ったんですけども、ちょそれにちょっとプラスしてあのちょっと今あの世の中なかなかこう生講義をしづらい事情が結構あった時に、私こうあの新宿のエルタワーであの生講に通ってたんですけども、本当にこう宇野先生もあの講義中におっしゃってたんですけども、こう生講義を続けるために本当に宇野先生をはじめこうスタッフの皆さんがたくさんこうご尽力してくださっている姿を見てて、もうそういうのも見ては本当にあレック選んでよかったなと思って、そのおかげで多分私あそこで生講義が直前期で中断してたら多分今年届かなかったかなっていうのがあの自分でも感じるので、そこは本当にレックを選んでよかったなと思っています。すごかったですね、あのビニールシート時代ね。そうですね、ビニールここからビニールシートを垂らして、はい、で皆さんあれだビニールシートくぐり抜けて質問に行くんですよビニールシートビニールシートの意味ないだろうというこうやってビニールシートくぐって質問に来られた時期ですよね、はい、あのここからもうあのビニールシートで、あれビニールシート側こっち側で講義やってると酔うんですよ。あのビニールシートがうねってるからあの皆さんと目も合わない。 今クリアになりましたからいいんですけど、目も合わないしうねってるから あそこで講義してるとだんだ ん, だ ん, だん酔っ払ってあの気分が悪くなるし目も合わないしで なかなか大変だったんですけど、あれでもスタッフがあの毎日机をあの今もそうですけどアルコール消毒してるんですよ毎日ね、あの消毒して、でもなぜかねこのクリアパネルは消毒してくれなくて、ね、いつも飛沫が飛んでるんで、どんだけ飛沫飛ばしてんだっていやあのまだエルタは綺麗ですよ。渋谷すごいよ、根本庄司と森山さんのパネルの前めっちゃ汚くて飛沫飛びまくってる。私この間渋谷で久しぶりに講義したらもう汚ねえとか言ってすごいもう飛沫どんだけ根本庄司飛沫飛ばしてんだっていう、いやあのエルタは綺麗にしてあのいやそれは冗談なんですけど、あの確かにあの時、ね、他の予備校とかではあの、ね、生講義あの完全に中断している予備校、まあ、それは賢明な判断だったと思うんですけど、まあ、レックあのこんなことにあの、ね、あの生講義自体は続けられたんで、確かに、ね、ずっと生講義でやってた方があの突然生じゃなくなっちゃうとあの、ね、きつかったと思うんですよね。なので、まあ、もちろん最初から通信であのやってくださって1回で受かった方も、まあ、今年福岡にもう一人いらっしゃるんですけど1回で受かった方、その方はずっとあの通信でやってらっしゃったんで、それはあの全く関係なかったんだと思うんですけど、通学を選ばれた方にとっては大きかったのかなと、うん、はい、あのレックこれはもうレックのあの様々でレックに頑張っていただいた件かなと思います。ああ、じゃあありがとうございます。じゃあ八代さん、はい、同じレックで何か印象に残る、はい、はい、そうですね、あの私がすごく思ったのはあの演習ですとか、あと模試あのレックで行われるものなんですけど、それの解説がとても丁寧かつ分かりやすくて、あの疑問に思ったことの回答は大体この解説を読めばあの分かるっていうところがありまして、それはすごい助かったかなというのと、あと模試のレベルが本試験に近い、割と近いのかなっていうところを感じていて、あのレベルの模試をあの受けさせてもらえることで結構その本当に練習になったといいますか、あの自分の知識の確認だったりあのそういうのにすごく役立ったなと思ってます、はい、あれですか、あの模試というとファイナル討論、全国公開模試、あのスーパー公開模試、はい、一通り受けられて、あ、はい、全て受けました。解説もじゃあちゃんと聞きました。あ、うん、はい、そうですね、解説も聞いたんですけれども、あれはあの復習を全てしてるとすごく時間がかかってしまうぐらいあの丁寧に解説していただいているので、あの私はあの最後の方本当にかいつまんでわからないところをという形であの活用しました。はい、あのレックや合格者スタッフの方をはじめとして問題作成チームが充実しているので、あのその点はあのあれですか、あの他の予備校さんの申しとかも受けました？あ、うん、はい、何社か受けました、はい、でもなんか本試験に近かったのはあのレックが近かったと言っていただけると非常にあのスタッフのねぎらいでスタッフにとっては、ね、いや本当にそうですね、あのちょっとた
他社さんで択一がすっごくこうレベルが高いところありますね。そうなんですよね、っていうのをすごく感じて、レックがやはり一番近くて、実際その私の本試験で取った成績と模試の成績の乖離が一番なかったのがレックだったので、やっぱりあの一番近くて練習になるんじゃないかなって思います。はい、はい、ありがとうございます。ではあのちょっとお二人にあの今あのまさに今 受験生に言われていることが、不動産登記法と会社法問題。不動産登記法でハマる人は会社法があの逃げ切れる、でも不動産登記法でさほどハマらなかった人は会社法でドツボる、その問題 どうでしたか。ちょっと伺いたいんですけど、どっちかというと。そうですね、私はちょっとどちらかというと多分会社法の方がきつかったかなとは思いますね。会社法のどのあたりが、組織再編、もうあの覚えるべきものが決まってはいると思うんですけど、その覚える数が増えてくると、もうどんどんその、まあ、私自身にとってこう全部会社の、まあ、それこそ組織再編っていうもの自体もそうですけど、まあ、役員の全部こう難しい言葉ばかりで、もうどれがどれだかこうなかなかこう頭の中で整理できてないと、その問題で間違ってしまうっていうことがずっと続いてて、まあ、それをこう、まあ、最終的に克服できたのかできなかったのかそんな感じです。でもあれですね、今年の会社法は確かに難しかったんですけど、はい、でもその3本間違えたのが会社法だとしても9問中6問はあの全然 OK な点数だったんで、今年9問のうち間違えていい問題が実は4問あったので、うん、5問以上で合格レベル、なんか 6問は取れてますよね、はい、でなんか結果往来になってはいると思うんですけど、はい、最後じゃあ、まあ、結果的ながら会社を克服できたその秘訣は何やってました直前に。いや、もうあの図表ですね、あのあやっぱりね、はい、もうあの問題見たときにもうその出てきた問題の言葉とその自分の記憶をつなげられるようにもう全部こう図表でもう覚えてしまって、で図表を見て本当になんだこれってなってしまったようなところだけもう一回こうテキストの文章だったりだとかそういうところまでこうちょっと見直したりはしたんですけど、もうほぼもうあの図表の暗記でもご了承してしまおうというような感じでやってました。要は最後は暗記で乗り切れって言ったのをじゃああのそのまま実現されたって。いや、もう僕はもうその言葉だけで、はい、やってました。はい、じゃ あ, あ, のありがとうございます。八代さんはじゃあ どっちでした、どっち派でした。はい、あの私はもうはっきりと会社法がとっても嫌でした。はい、あの不動産登記法はどちらかというとあの、まあ、得意ではないんですけど、あの好きというかあの入りやすかったんですけど、会社法になった瞬間にもう絶望して、あの先生に2回目ぐらいの講義で無理ですね、どうしたらいいですかっていうふうに相談に行ったのを覚えてます。じゃあその会社法はどれぐらい取れました。あ、択一ですかね。あ、択一は覚えてる範囲で5問ぐらいだったかな。でも私もでも3問ぐらい間違えたよ、ね、多分小泉さんと同じような感じだと、はい、あでもじゃあもうあの結果的には会社法が地雷にはならなかった、うん、あそうですね。そのやはりじゃあ直前期と どういうふうに克服したか、ね、そうですね、はい、そうですね、直前期はやっぱり小泉さんと同じなんですけど、私はあの暗記ノートっていうのを作って、本当にあの図で覚えるのがすごく有効だなと思ったので、暗記ノートを作ってひたすらそれを毎日毎日こう見て覚えるっていう風にして、そうですね、であの商業登記法もすっごく苦手だったので、はい、あのそこも苦労しましたけど、まあそうですね、記述の方は演習をいっぱいあの繰り返しやることで何とか克服できました。はい、やっぱり今会社法ね、ある程度理解したらもう暗記に走っちゃって、うんね、あの会社法が苦手になる理由はあれなんですよ、あの組織をねやっぱり知らないと、その取締役の経営責任とか言われても、ね、企業の中を経験してなかったりだとか、あとその今小泉さんがおっしゃったように、その組織再編、いわゆる M&A をはじめとした組織再編なんかは、まあ、やってる人にとっては身近なことかもしれませんけど、ね、その合併ぐらいならまだしも株式交換株式移転とかね、でおまけにあの彼らはあのちょうど令和元年の会社法改正1年生で株式交付とかいう意味わからないあの新しい制度までできてしまってっていうね、あのその講義のブレイクスリーも載ってないのに、ね、講義で話さなきゃいけないっていう、そういう意味でもう二重の意味であの大変だったと思うんですけど、まあだからもう会社法に関しては
最終的にはもう暗記だよっていうふうにやっぱりアドバイスしてます。もう覚えるべきものを覚えてしまえば点は取れる、で覚えちゃえば取れるんですよ。で覚えづらいから皆さん文句言うんですよね。覚えたくないし覚えないと、ね、解けないから。でもそれ なんかもう割り切って覚えてしまえば点が取れるっていう成功体験をしてしまえば、ああ覚えてしまえばいいんだっていうね、あの気持ちになれるようでも、もう正直覚えなさいっていうのことをアドバイスした、確かに記憶があります。まあそれを、ね、あの実践していただいたから、まあ、そのことなきを得たというか、そこにはまらずに済んだっていうことなのかなと。あれですか、じゃあ2人ともあの記述 の勉強はどつぼりませんでした？なんかこう記述の解き方とかその、点数の浮上、まあ、直前期の話はさっき伺ったんですけど、ひな型を覚えてで記述の演習をして、なんかこう特別苦労した点とかあれば教えていただければと。そうですね、記述に関しては本当にこうずっとなかなかこう自分が点数取れるイメージがこうずっと湧かなかったっていうのが本当にあの講座をこう受けている中で、あの途中で記述そういうのもあったと思うんですけど、こう全然解けなくて、そうで、まあでも最終的にこう少しずつできるようになっていったのはもうひな型でしたね。僕はもう完全にひな型をこう覚えるようになっていって、そのまあ問題文見た時にその書くべきひな型がこう少しずつ頭に浮かぶようになってきてから、こう時間も短縮できるようになって、まあ最終的に、まあ、そこから先、まあ、そこから先で枠ずれっていうのもまた出てきたんですけど、その、まあ、順番に克服していったような最初のきっかけはひな型だったかなと思います。不動産東京の時に不動産東京のひな型をやって、で商業東京の時に商業東京のひな型を、その、あのどれぐらいのペースで覚えられました？あのどれぐらいの時期に不動法のひな型、商業東京のひな型。本当にそうですね、あの、まあ、授業のたびに多分の先生がその日の授業で出たひな型をそのひな型番号でこう最後教えてくださっていると思うんですけど、そうですね、その日中にやってた、本当にいや全然できなかったです。僕はその本当他のその授業の内容の復習の方で正直精一杯で、なかなかこうひな型が本当に初級講座が終わったぐらいのところからあの本気でやったかなっていう実感が、そういうあの見てはいたんですけど、本当にこう完全に覚えて使えるぐらいのレベルまでっていうのは本当に3月の頭であの生講義が終わった後、あの後でもうあのこの一問一答形式になっているひな型を全部解けるようにしてっていうのをもう徹底的にやりました。書式ベーシックは使ってました？それはあの使いました。どのタイミングで使ってました？それはあの多分講義の中でこうご指示いただいてたタイミングで、こうできるだけあのできるだけ早いうちにと思いながらやっ、でも自分のできる範囲でしかやれなかったですね。全部終わりはしなかったです。はい、ありがとうございました。じゃあ八代さん、あの記述の、そうですね、私はあの不動産登記法はあのなんですかね、あの自分の解き方、やっぱり解き方っていうのがあると思って、それがある程度確立するまでに結構時間がかかるというか、あの苦労したので、その点はそうですね、もう問題を解きながら、あの先生の解き方、いろんな先生の教えてくださった解き方で自分がどれがいいのかなっていうのを、あとはひたすらこう練習してっていう風に克服していったんですけれども、であと商業登記法の方はあの先ほど私申し上げたんですけど、とにかくまず知識をが足りなくて、それを覚えてからでないと解けないっていうのがすごくあったので、そちらはもう本当に商業解き法のひな型は本当に直前3ヶ月で一気にもう無理やりにでもこう固めたっていう感じですね。はい、記述 あの勉強方法悩んでらっしゃる方いるんですけど、記述って絶対まずひな型と択一知識、この2つがあの揃ってから、あとはもう場数を踏むっていうことで完成するっていうふうに一般的に私も言ってるんですね。でただ一発合格の場合にはひな型と択一知識と、もうそれをあの攻略するのとほぼ場数を進むのが同タイミングになっちゃう。あの中上級者だとひな型をまず勉強して択一知識をつけて、そこから十分時間を取って場数いろんな問題をあのやるってことできるんですけど、1回目の受験生だともうそれを全部まとめてひな型も択一もね、あの身につけて、さらにそこに場数も踏んでっていうことを、多分同じタイミングで、ね、一度に処理しなきゃいけないっていうのがね、すごく大変だったと思うんですよね。だからその3つが
最初前者2つが揃ってから場数を踏んで伸びていくのが、一発合格の方の場合には3つとも揃っていくのが同時期なんで、ぐわっと伸びるんですよ多分。本当にだから直前のところで、ね、本試験で取った点数が一番良かったんだよ ね、これなんかね本試験で見たことないようなね、いい点数を取るなんていうのは、だから普通のベテランの方にはなかなかできないことなんじゃないかなというふうに思うんですけど、なんか今日教材を持ってきてくださってる、それを皆さんにせっかくだから、なんかこう自分がやってた、いいですよ、ちょっと待って、そこプレゼンターってとこ教えてもらってもいいですか。うん、そうそうすると、なんか こういうふうにやってましたみたいな、あ、ごめんなさいいいですよ、はい、ここに移してもらうと、はい、今ちょうど記述の話だったので、うん、ひな型コレクションを持ってきたんですけど、はい、第3版ですね、もうちょっと前回のやつですよ、大丈夫です、で今300になっちゃいましたから、はい、でもうこれをその直前期は、商業登記法をその朝起きてから50個で、不動産個で、不動産登記法を寝る前に50個みたいな感じで、あ、でも全部もう書きはしないんですけど、もうパラパラっとこう見てそのひな型をイメージできるかっていうのをこうずっと繰り返してて、でこの付箋が貼ってあるところは模試で間違えたひな型なんですけど、この模試で実際に問題で出てこう自分が解けなかったひな型を、まあ最終的にはこう絶対本番では間違えないようにっていうことでこう重点的に残して、もう多分この表紙がだいぶ擦れるぐらいは使ったのかなというような、ね、それは不登小登法ともに、ね、そうですね、今不登法だけ持ってきたんですけど、はい、あとは持ってきていただいたものブレイクスーですね。あとこの物件編のテキストなんですけど、私個人的に雲野先生 の講義中に描くイラストがすごく好きで、イラスト、はい、絵心ない絵で説明してくださるところがあると思うんですけどこのちょうど物件編のところでなんかあそれあれだ、ね、残念なイラストっていうあれですね、はい、私が残念なイラストって言ったあれですよ ね、山の上に木があれですね、木がどうしちゃったのっていうイラストですよねこれ、宇野先生が描いたものをできるだけそのまま描いてるんですけど、本当にこう木が生えてて、それ木切った後に多分その山に置いてあるっていう絵なんですけど、これが一番のお気に入りで大きいでも出なかったよね、これね。いや、そうですね。でもこの多分一番多分初級講座、今回の講座であれなのはこの1回目にやった内容と2回目にやった内容 の、 そのチェックの色が違うっていうのが、そのテキストを自分で見返した時に、多分私はこの1回目の方を一回し目の方をこのピンクでやってて、2回目の方をこの黄色でつけたんですけど、この知識をこう見返す時に、あ、こっちが最初にやった方だなっていうのがこう後から時間が経って見た時でもこう自分の中ですぐ分かるので、それは本当に何ですかね、スタンダードプラス講座で良かったなってこう復習しながら思ったところだったので、物件編のテキストを持ってきましたそう、スタンダードプラス講座、秋生の方は一回し目で基礎編をね、基礎編をやって、はい、二回し目で基礎編の内容を踏まえて新しい内容をやったんですよね、はい、そう、それで色の、チェックの色が変わってるっていうことだと思うんですね、はいはい、あと何を持ってきていただいたんでしょうか。あとこれは直卓 の、 問題を解き続けた紙なんですけど、取っておいて、で多分これ多分雲野先生がそのコピー元を今年の春の時に、ね、提供してくださって、まあ、自分でこうルーズリーフに線とか引いてもよかったんですけど、おコピーしたんだ、もう全部一度にコピーした方が時間は節約できるなということで、もう直前期だったので、これあれですよ、4月5日この元々の表は私が作ったものなんですけど、これ民法だと11問、不登法が16問 で民訴民出がまあ4問で、次に供託が4問、司法書士2問、憲法6問、これが1日のメニューだよっていう、こういうシートを皆さんにお渡ししたんですよね、直前択一過去問絞り込み講座 で、そこを4月5日に全部やられた。はい、すごい、そうです、ちょうど本当にやりましたね、ちょうどこの日がスタートで、もうそこから必ずこれをやるっていうような形で、そうすると43問、1日のノルマが43問で、29問しか正解しなかったっていうのがそういうスタートなんですけど、
じゃあもうこれがあれか、あ本当にやったね、本当に使ったねこれ、はい、これで、まあ、一回しごとに区切ってみたんですけど、持ってくる前にこれが2週目、はい、2週目の4月29日同じように民法、はい、で次の日があれなんだね、次の日 B プランの日は民法11問会社10問商等10問の民訴が8問の刑法6問で45問中の39問正解っていう、そうでこれが一回し二回しで3、4、5周してるので私も、ああじゃあ、はい、吉田さんと同じ5周、はい、5周したんだ、はい、3、4で捨てられないねこれはね、そうですね、で5周目は最後1枚で収まらない量で、うん、そうこれがあれだ、あの5周目はあの1日 全回し全科目ですね、多分最後の全科目版、全科目だとこれが6月28日、はい、6月28日だと民法が33問、東方が24問、はい、で、会社商等15問、刑法10問で民訴4問の、本当は全部やってる、商等14問、民訴が13、民法3問、そうだね、供託6問、憲法8問の司法書士4問、はい、本当にやったんだ、全部、はい、いやもう全部本当に、はい、これあの最後の1週間で全回しの最後のパターンだ、そうですね、134問、1日に130、もう本当に1週間ですよ、1週間前134問、はい、134全問正解で、これが何回目、5回目、5週目でこれがもう多分一番多いですかね、一番多い134でマックスでしたね、うん、134、はい、これがあの直前1週間バージョンですね、はい、6月28日、でその次が6月29日、同じ、そうですね、同じシートですね、ああまあ、逆にあの こんだけ活用していただいて嬉しいです、はい、このシートを作った甲斐がありますね、そうですね、このやってたあたりがなかなかその模試の成績もいまいち伸びきらなくて、うん、もう本当に大丈夫かなっていう気持ちがあった中なんですけど、まあ、その中でこうやってることを本当に変えなくてよかったなっていうのが、本当にこの問題の中で出てる知識を多分より本番までに強くすることができたんで、うん、もうこれはまあ捨てられないなってちょっと自分でも思ってはいるんですけど、あの直前卓越加工も絞り込み講座であのいつの時期にこう何を何問やればいいってこうシートを皆さんに提供してるんですけど、果たして皆さん使ってるのかなとちょっと思ってたんですが、はい、こんだけ使っていただいてるのを見て、はい、あのちょっとあの私も嬉しいです、あの、ね、6週間用、5週間用、4週間用で、じゃでもフルマックスでやってらっしゃったの、4週間用でやってたの、そうですね、4週間からスタートしました、ありがとうございます、あの貴重な、多分今目の前にいる方たちはあの前のめりになってるんで、後であの実際に見せてあげてください、いやぜひ、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、いやあの八代さんもじゃあ何か持ってきていただいてるようなんで、はい、ありがとうございます、こっちこっちどうぞ、はい、はい、私は恥ずかしいんですけどちょっと暗記のノートを作っていて、それあの八代さんのあの試験当日におめでとう私って書いたあのページもそう、あの試験当日におめでとう私って書いてある、はい、そうですね、あの合格は決まってないんですけど1月に新しい手帳にして試験の日におめ合格おめでとうって書きましたで、あ、これ、あ、これですね、これがあの私が作ってた暗記ノートなんですけど、まあ、作ってたといってもあの覚えるべき図を貼り付けただけなんですけど、こういう感じであの基本的に図で覚えた方が良さそうな、あと使え、あと先生が基本的に暗記した方がいいよっていうものはおっしゃっていただけるので、こういうのを貼ってひたすらあの通勤時間ですとかそういった時に、すいません、ちょっとどのページがいいのか、はい、チェック、あの何ですかね、確認して暗記をしてました。会社法多いですね。そうですね、もうほとんどかというかもう会社法しかないかな。そうですね、会社法、資本金もこういう感じで覚えていて、であとはあの図でいいのがなかった時は自分で作ったりもしたんですけど、あ、これか、例えばあの不登法の寝定当権のところとかはこういう感じで、これを見ればあの元本確定事由が全部わかるように、はい、ここに自分で付け足してこう覚えるべきことを書いてっていう風にして、で間違えたらこれを確認するっていう形で、基本的にあの間違えたやつはこのノートを見ればどこかに絶対に書いてあったんですね。なのでこれを繰り返し暗記
する題材にしてました。これはブレイクスルーがでも元々は多そうかな。あ、そうですね、ブレイクスルーが多いのと、あと先生の、ノートから取ったものもあります。これはノートですかね、はい、書き込んだりしてっていう。本当だ、はい、もうじゃあもうこれを見て、はい、そうですね、これをもうあとこれを印刷して空欄にして全部一から書いてみるっていうのもやりました。ドリル形式で、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、綺麗じゃないですか。綺麗で、綺麗なものを作る必要はないんで、組織再編とか、ね、あ、そうですね、なのでこの表を見てそこにも自分で書き込んで、うまくもうこれを見ればわかるっていう風に、はい、今日の会社法だけ、そうです、すいません、この暗記ノートは会社法だけなんですけど、あ、でも後ろにありますね、あ、そうですね、あと重要だって思ったレジュメとかはここに、刑法で先生がくれたものですとか、とにかく図というか暗記した方がいい題材はここに集約して、いつもこのノートを持って通勤とか仕事中に見てました。はい、はい、なんかね、その図で勉強して、ね、会社法はじゃあ正解だったねっていうことで、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、うん、はい、2人ともなんかしっかり持ってきていただいて、はい、どうもありがとうございます。じゃあ そろそろあれかな、じゃあぜひちょっとお二人に最後にお聞きしたいことがあるんですけど、司法書士の資格を目指す人は嬉しいことにちょっと増えてきているような現状なんですね。で、日本書いちゃって、いや、ありがとうございます。司法書士会連合会の方も司法書士 の人手不足をなんとかしなきゃいけないという提言を、緊急提言をしているような状況で、非常に実務で先生方皆さん元気に仕事をしていらっしゃる。で、昔よく聞いたのが、自分が受かるまでは合格者を増やしてほしいけど、自分が受かってしまったら合格者を増やしてほしくないっていうことを大体多くの先生がやっぱ言うんですよ。しょうがない、それはね、自分が受かってしまったらもう合格者はなるべく増やしてほしくないなんてことをよく昔聞いたんですけど、最近は全く聞かないんですよ。合格者をとにかく増やしてほしいって、現役の本職がですね、やっぱり言ってるんですね。それは大手の法人ばっかりがこう新人合格者を抱え込んでしまって、なかなか元気のある個人事務所の方まで新人の合格者が就職してくれないと。で、自分は新人を育てて、で、司法書士として一人前にして送り出してあげようっていう、すごく熱い思いを持っている個人事務所の先生方って多いんですけど、自分がそうしてもらったように。ところがその個人事務所の方まで合格者が回ってこないっていうんですね。で、そういうことをやっぱり聞くと、現役の本職も司法書士の合格者を増やしたいって言ってるような状況なんです。だからすごく今我々 の業界って元気が良くて、ね、皆さんを迎え入れる準備が整ってるなと思っているので、ぜひ多くの人に受けてほしいなと私は本当に思ってます。別にこういう仕事をしてるからってことじゃなくてですね、私も自分で人を雇って仕事してますから、そういう意味では本当に司法書士を目指す方が増えてほしいというふうに切に願ってるんですが、ね、せっかく一足先に合格されたお二方、なんかこれから司法書士を目指す人にこれだけは伝えておきたいみたいなメッセージがあれば、最後に教えていただきたいなと、はい、お願いします、小泉さん。はい、そうですね、すごく長い期間勉強して、本当に試験の直前まで全くこう楽ができないような勉強する生活を送っている方がたくさんいると思うんですけど、本当に何ですかね、こう受かった先に入っていく世界は本当にすごくやりがいのある世界かと思いますし、もうここまで自分なりにですけど、こう試験と向き合ってこう逃げずにやってきて、本当に頑張り続けてよかったなって今自分に対して本当に思えるので、本当に今こうもう何ですかね、予備校とかもう決まってるんだったら、もうそこで間違いないと思うので、もうぜひ頑張ってやり通していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ八代さんお願いします。はい、はい、私はもともと本当に司法書士とは全く関係のない仕事についていたんですけれども、なんか司法書士 の勉強していく中で、その業務を知れば知るほどすごくやりがいのある社会的にもすごく貢献できるような素敵な資格だと思いました。で、本当に小泉さんもおっしゃってたんですけど、本当に勉強の時はとても
本当に大変な資格で、時間もなかなかかかるとは思うんですけれども、なんか私もこの筆記試験合格して、皆さんにこう、お祝いしていただける中で、あ、本当にすごい資格なんだなっていうのを、実感したんですね。なので、何ですかね、こういうシステムエンジニアから、変わって新しく足を踏み入れた人でも資格を取ったらすごく道の開けるようなものだと思いますので、本当にお勧めしたいです。はい、はい、ありがとうございます。今日本の、ね、世の中で資格取ったら人生変わるなんて、そんなうまい話は確かにないって言ってしまう気持ちもわからなくないんですが、私は司法書士はあると思ってます。いろんな資格ある中で司法書士を取った後、自分の、ね、教え子でどんだけ人生変わった例をこうまざまざと見せつけられて、というか見せつけられてとか見てきたかっていうね、そういう意味では本当に数少ない人生変わる資格だと思うんですね。でそれも学歴も関係ない、ね、今までの経験も関係ない。でそういうような受験 の, 資格が特に制限ないっていうことから、いろんな方たちがこう、集ってくる、ね、で合格者も本当に皆さん色とりどりの、とにかく2人とも本当に楽しいと思いますよ、これから本当にこのね毎日こんなに充実する、毎日がまさか来るなんて受験生の時にはとても思わなかったような生活を多分2人とも送られるんだろうな。でその先にもちろん司法書士としてね活躍していく人生が待ってるんだろうなと思って、私もなんかキラ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 する二人にやられそうな感じなんですが、もうなかなか私のキラキラもずいぶん前に終わってしまったのでね羨ましいなと、ね、思っているんですけれども、だからそういう意味で、ね、努力した凡人が受かる最高の資格、ね、司法書士の試験のことを、ね、よくそういうふうに表現されるんですけど、まさにそれ間違いないですし、その最高の資格の先には、ね、人生を変える仕事が待っているのも間違いありませんし、私自身もそれはもう経験をしております。ですから本当に、ね、興味がある方に、メッセージとしては、チャレンジをしてほしい、一歩を踏み出してねいただければ、あとはレックはじめ、いろいろな、まあね、媒体がこう皆さんをサポートしていくと思いますので、そのためにねレックとしてはできることを、ぜひこれからも提案していこうかなと思っております。今日は2人、令和3年の筆記試験のですね一発合格のお二人をお迎えして、いろいろ貴重なお話を伺いました。で今配信で聞いてくださってるレックの本校の方は大変申し訳ないんですが、通学Lタワーで聞いてくださっている方にはちょっとお二方に残っていただきたいなと思っておりまして、もしかしたら、生でいろいろお話を、ね、伺いたいと思っている方も多いと思います。ちょっとぜひご質問等をしていただければなと思っております。それでは今日はですね、令和3年度筆記試験一発合格者講演会といたしまして、司会は私を、務めさせていただきました。では小泉さん、八代さん、どうもありがとうございました。はい、それではご清聴どうもありがとうございました。じゃあ、お二人に拍手をじゃあお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。では、これにて終了させていただきます。